はい、こんばんは。今日はね、キジのね、毛むきをしていきたいと思います。ね、ちょっと玉の当たってるところはね、あの動画見せないようにしますけども、結構ね、綺麗に撮れてます。なぜかというと、車種がね、頭を狙って打っているからです。なので被弾してるのはほとんど首から上というところでね、体、ボディの方にはね、ほとんど弾が入っていないと思います。これね、撃ったのはね、拓郎さんというね、静岡県のスキートナンバーワン選手ですね。はい、国体選手です。はい、これからね、これをお肉にしていきたいと思います。では頑張ります。はい、まずはね、とにかくね、毛をむしってきますけどもね、今回ね、キジの、欲しい、キジを欲しいと言ってくれた人にね、この羽をね、尻尾をね、プレゼントしたいと思います。よいしょ。オブジェにね、ショットシェル打ち終わったやつをね、つけてね、お渡ししてあげたいと思います。よいしょ。セットにしてね、お渡ししたいと思います。はい、キジの尻尾です。あとはどんどんね、むしって。今日風がなくてよかったですね。風があるとね、変なことになっちゃいますね。で、キジはね、ほとんどね、取り皮ないもんですからね、ちょっと引っ張るとね、すぐにね、皮がむしれてしまいます。だから綺麗に取るのはなかなか難しいですね。結構綺麗にさばいてる人いらっしゃるんで、そういうのを見るとね、本当この人、その人は上手なんだなと思います。私はそんな上手ではないですから、きっとどっかで皮が裂けてしまうと思います。あとね、結構ね、死んで時間が経つとマダニが皮膚から離れるんで、マダニに注意してほしいです。私ね、プラスチックグローブしてますけどもね、やった方がいい。あ、すぐにやっぱり避けちゃいますね。難しいですね。あとね、お風呂上がりに決して、毛抜きしない方がいいと思います。ダニがわらわら体に上がってきます。これ処理が終わってからお風呂に入ることを勧めます。はい、一旦動画止めますね。
ますか、これちっちゃいのダニです。よく見ると動いてるでしょ。はい、これ気をつけないとね。はい、だんだんとチキンっぽくなってきましたね。でね、獲物から食材に変わる瞬間ですね。だんだん美味しそうに思えてきたりします。本当こういう処理がね、一つ一つが大変なんですけどね、一生懸命こう料理をしてくれたりとかね、そういう人がいると思えばね、頑張れると思います。本当にね、こういうのを丁寧に仕上げるプロの人にはね、頭がありますね。大変です。折れてますね。羽も当たってますね。でも本当に、胸肉やももには一切被弾して、ああ胸に一発入ってますね。まあ、しょうがないですね。寮で取ったのにね、弾が入ってたって言うと怒られてもね、本当に対応のしようがないです。フランスあたりだとね、三段、出てくるとね、当たりだそうです。いいことあるそうです。日本にもね、そういう文化が根付くといいですけどね。でね、チキンらしくなってきましたね。こうなるとね、ちょっとね、食べ物って感じがしてくるでしょう、ね、プレッと静かにして、はいはい、もうちょっと我慢してて、後でお風呂入れるから待ってて。プレッと、はいはいはい、はい、やっとねこの形になりました。反対側の手羽はね、被弾しちゃってたものですから切り離してしまいました。まあ全部が全部ね、きれいに取れるってことは難しいんですけどもね、これからちょっとね、産毛が残ってるところをバーナーで焼いて、その後、表面をね、水できれいに洗い流して、内臓の処理をしたいと思います。こんな感じですね。食べ物って感じになってきましたね。
広報量え、うん、記事だよそうそう、ここに鶏でしょ、こうなっちゃうと。あ、そうですね、そう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 、ねえうん、はい、こんな感じでね、今産毛を焼いた状態です。お隣さんにね、何取ってきたのって声かけられちゃいましたけどね、ちゃんと記事ですということでね、お話ししておきました。近所にね、狩猟してるってことは結構伝えてあります。はい、こんな感じです。レッドさん、こっち向いて。レッド。はい。はい、ですね、キジを、お肉を送りますけども、せっかくなのでね、キジの尻尾でオブジェを作りました。これも一緒にお送りしたいと思います。